お久しぶりです、店長です。じゃあ今日ですね、青森県八戸市ってとこなんですけど、ここはね、でここの、まあ、台風今通過した直後なんですよ。深夜から今朝のね、まあ、朝方にかけてすごい強い雨降ってて、まあ、今はもう海の方に抜けてると思うんですけど、で今天気はまあ曇りで雨は晴れてます。で風もねある程度強くてっていう感じだったんですけど、まあ、ちょっとね川の方とか海の方とか様子見にねちょっと行ってみたいと思います。ではですね、本日ももしよろしければ最後までよろしくお願いします。風まあまあ強いな。でね、気温がね結構寒いんです。今16度か17度で、これはね昨日とかに比べるとだいぶ冷え込んでますね。多少ちゃんと着込んでないと寒いくらいだから、台風の影響だと思うんですけどね。でここを右に曲がると、でも今すぐ真内川っていう川なんで、これ右が八戸小学校っていう小学校ですね。でここを左折して、あのもう正面があれ川の土手なんで、前ね大雨降った時とかね結構水没してたからね、まあ、もちろんこの土手は越えてこないけど、昨日のね昨日っていうか、まあ、今朝方すごい激しい雨降ってたから、もしかしたらある程度は水没してるかもしれない。まあでもあのあれですよ、九州とか中国地方とかね、あっちに比べれば、まあ、全然被害は全くほぼほぼない感じだとは思うんですけど、まあ、激しい雨がちょっと降ったかなくらいの感じでしたけどね。ここを右折してちょっと見ながらね、ああまあ こんな感じですね。まあ大したことないですね。まあ、川がちょっと増量してるのかなって感じだけど、ここね前大雨降った時はねここ一面水没したんですよ。まあ、それもね見たことなくてびっくりしたんだけど、映像には残してないですけど、まあちょっとこの野球場が、これ日曜日とか草野球やってるんですけど、この野球場がちょっと水没してるくらいですね。カモとか泳いでたりとか、ここら辺白鳥いるんで白鳥が泳いでる場合もあるんですけど、まあそういう感じですね。川は見た感じちょっと増量してる感じ。じゃあちょっと海の方行ってみますね。はい、じゃあね、まあちょっと港っていうか海の方来た感じですね。まあ、正確に言うとまだ川なんだけど、海のすぐ近くの川で、まあ見た感じまあそんなに水かさっていうか、まあ増してるとは思うけど、まあ、それほど影響ない感じですね。特に、まあ、荒れてないっていうかさ、例えば風とかすごい吹いてたらいろいろ散乱したりしてるのかなともちょっと思ったんですけども、まあ、そういうこともないみたいですね。まあ、普通の感じかな。ちょっとじゃあさらに海の方行ってみます。これね、まあ、ここ僕よく通るんですけど、いつもより停泊してる船が何倍も多いですね。だから台風だから漁に出なかったってことだと思うんですけど、いつもこんなに止まってないからね、もうほぼほぼ 満席っつうか全部止まってる感じだから。で今これからここの正面の橋を渡って対岸の方に行きます。でそうすると立花岸壁って言って、まあ、朝一日曜日とかに朝一やってるところがあるんですけど、そこをこれから行く感じですね。で今ここ左折して行きます。まあ、真っすぐ行ってもいいんだけど、でそうするとほら見えますかね、左側屋形船あるでしょ。ここら辺がだから屋形船、ここら辺から乗れるんですよ。で屋形船にあの、ね、僕も3年くらい前に、ね、乗る計画あったんですよ。あの何人かで、ね、7、8人で宴会しようっていう、で盛り上がってたんだけど、まあ、例の、ね、ウイルスのせいで、当時ね屋形船ってめちゃくちゃ叩かれてたんですよ。覚えてるかわかんないけど、屋形船が非常に危険だって、その要は発症した人が、まあ、屋形船に乗ってる人がちょっと目立ってたん でそうすると当然屋形船なんか絶対ダメだって話になるじゃないですか。だから断ち切れちゃったんだけど、はい、で正面ね石油のコンビナートかな、あれコンビナートでいいんだっけ、タンク。風がまあまあ強いな。はい、じゃあねここが立花岸壁なんですけど、今ちょっとこれ次右折しますん で右折すると朝一やってる立花岸壁、その朝一やってるスペースですねに行くことになります。ここ右折でもいいんだけど、まあちょっと回っていきますね。やべ、カラスがくるみくわえてんの。でここが右側漁港ストアっていう、まあ、結構有名な
スーパーっていうかね、でおでんとか有名なんですよ、そばとかちょっと食べれるって感じで、今走ってるあたりで、まあそれこそね屋台が並んで朝すごい人なんですよ。で車もすごいから、なかなかこの近くに車止めるのは難しいってくらい車が来る感じ。あーでもなんか見た感じこっちはね、あっちか、船止まってますね。やっぱね漁業の町だからね、八戸市っていうのは漁業と、まあ、あと工業が盛んな町なんですよ。もともとは港町だから漁業が盛んで、ほら船が結構多くてね、出港できなかったんでしょうね。でまあ大体ここら辺駐車場になってて、でちょっとここ左に曲がったところに白金漁港っていう漁港があるんで、そっちにも行ってみます。いや風強いですね。でここまっすぐ行くと白金漁港かな。でここもね魚釣ってる人結構いるんですよ、まあ、朝とか夜とか。昔僕は夜に夜釣りで、ハモでいいのかな、ハモを釣りに来たことがありますね。で釣れましたね。そんなちょっと水が濁ってる感じか。まあここら辺もでも別に特に台風の影響はあまり感じないですね。でここねこれぐるっと回っていけるんで、車結構止まってんの。あのね立ち入り禁止とかは入りませんので、もちろんここは別に立ち入り禁止ないんで問題はないんで、ね、ほら港が見える感じ。あ自転車全部倒れてるね。いや風まあまあ強い、まあまあ強いね。そんなに荒れてない感じだな全体的に。じゃあね、まあ次とりあえず株島の方に向かっています。株島もすぐ近くなんで、風めちゃくちゃ強いですね。わ株島一応観光客いるんだ。いや結構強い、バイクの人とかもいる。すごいな、結構いるな。まあまあ人がいるね、やっぱりちょっと濁ってる感じはしますね水がね。ただ別になんかゴミが散乱してるとかそういう様子もないんで、まあ特に被害を受けなかった感じですね。白浜海岸とか種差海岸とかもちょっと行こうかなと思ったんですけども、まあ特に変わってる様子はないんでね、まあいいかな、いいことにしようかなと思いますね。はい、それでこの前ね新潟行った時に、帰りねもう完全に日が暮れてからね、真っ暗の中を盛岡から帰ってきたんですけど、その時にねもうねめちゃくちゃ怖い思いして、暗くてね、いや本当死ぬんじゃないかと思ったんで、これはまずいと思ってライトをね変えます。でライトを LED に変えて、あとフォグランプ、あの補助灯ね、フォグランプもつけます。でね YSP さんに見積もりお願いしたらね、その2つだけで工賃含めて6万かかるんですよ。いや高っけーと思ってね。だけど、まあ、ライコランドさんとかからもねちょっとあいみつっていうか聞いてみたんだけど、まあその商品自体の値引きもライコランドさんでもないし、工賃自体は安かったけど、ただね盛岡まで、八戸市からね盛岡まで行くこと考えればガソリン代とかかかるしね、あとそのタイヤも減っちゃうしね、その分ねタイヤ減るの本当早いから、それでプラスアルファで、まあ盛岡のライクランドさんに行っても、まあ、特にね新しい経験があるわけじゃないんでね、まあ、だから、まあ、数千円安いんだったら別に YSP さん でしかもあのやっぱり商売ってね、僕も商売やってるから分かるんですけど、やっぱりなんつうの常連さんっていうかさ、やっぱりそういう付き合いがちゃんと継続的に行われる方がやっぱりいいから、お互いにそっちの方が絶対だから、今回は YSP さんで、まあ、6万円かかるけど、まあ、お願いしようってことでやります。もうこれ命に関わるんで、これはケチってはいけない部分なんでね。でしかもそのもちろんね Amazon で安いライトとかフォグランプもあるんですけど、まあ僕があんまりちょっとそこら辺ね電気関係未熟だから、でそれで結局ねその僕がやってそれやるのはいいんですよ、経験になるからそれ大事だけど、だけどねこれに関しては遠出した時とかにいきなり切れましたって言ったらそれもうかなりやばいから、これに関してはだからもうプロにちゃんとお任せしようってことで、まあ今それで発注かけてもらって、まあ今度ちょっと
取り付けてもらう予定です。でそれ取り付けてもらったらフォグランプとかねどういう風に見えるのかっていうのをね、夜間走行これまでほとんどしたことないんで、まあ、だから夜間走行で、まあ、街灯とかないところとかねちょっと行ってみたいなと思っております。はい、じゃあすいません。でこんな感じで、まあ、特にね被害は受けてないし、特になんか散乱してる、ゴミが散乱してるとかね、そういう様子も なかったです。はい、じゃあね、本日の動画は以上になります。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。それでは、失礼します。